どうもジョーです。モンストコレクション第2弾のリベンジ戦、リベンジマッチちょっと行きたいと思います。僕はね、まあ、大惨敗したわけなんですが、モンスト、まあ、タカとマエスさん、タカちょっと映っとるかな、ちょっとギリギリ映ってないかも知らない、映ってません、ね、多分。もう一緒にモンストやってるんですよ、3人で。なのでちょっとマエスさんがリベンジしてくれます。マエスさんも若月にノンノ持ってて、タカはハーレイクス持ってて、まあ、僕はもう持ってないんですけど、まあまずゼウスも欲しいらしいんで、それをちょっとね、言ってもらおうかなと思ってます、思ってます。というわけで、モンゴル第2弾5月27日からね、5月28日までね行ってやろうじゃないかと、まあ、とりあえずもう喋るもしんどくなったんで行きましょうかね、ガチャ。とりあえずオーブ今63個あります。まあこれね、10連回したらね確実に効率はいいんです、効率というかね、いいんですけど、10連ガチャおもんねえなと思うんで、なんかその1回から引きたいじゃないですか。ということで1回か引くほかくやつで星5ゼウス、まあ、ゼウスかテキーラかモンタラも何でもいいです、星5って何でもいいと思うんですけど、シングルガチャ、シングルガチャ、シングルガチャで狙えたと思うんですよ。もう10連なんてねしない、10連反対運動でいったと思います。というわけで引くか、よしよし。ああ、まあモンコレ、まあリベンジ、ああ行くぞ、行きます。はい、さんの引きか、まあ12回ですね。何回引くな、12回は。まあとりあえずゼウスが、まあ、出るまでというか、とりあえずゼウス狙いでまあ1回1回引いていきたいなと思います。あーでも銀が2、3個あるな、いきます。俺まず金が絶対出ないと思うな、とりあえず金、とりあえず金がこのもう話しながら、よし来い、うおー、びっくりした、これはジュピターやった。ウィーリモコン、ウィーリモコン持って、ウィーリモコン持ってジュピター、まあ微妙いかな、まあでも強いことは強いな、うん、でもまあ本命ではないと、うん、まあ、俺も進化しても出しな、ジュピター、うん、うん、じゃあ次2回目いきます。ふぅ、よしよし、あー、また結構銀が何個かあるんですけど、いくぞ、はい、来い、金、おー金来た、まずこっから、こっから来い、来い、くー、うわー、これおーこれはミント、これ長靴や、またこれか。でもこいつも確かキャンペーンかなんかに入っとって、おったけど、でもまだその日ではないんか、うん、まだまだまだやわ、うん、とりあえずまあ微妙いやつが続いてますね。あと10回いけるんか、うん、でもまあジュピターと10連行きたいな、10連いっとく、うん、10連どうやってやるん、10連え、戻って10連ガチャ、あ、これか、もう行くか、行ったら10連行ってまん、行くんか、反対運動は、反対運動はまあ無視しますとりあえず反対運動せんのか、うん、とりあえず無視して、ちょっとツバが飛んだわ、金卵確定10連ガチャ行くんか、10連行きます。お、どうなんの、10連どんなんだやろ。いやまあ俺も初めてやから、ガチャれば必ず星4以上のスーパーレアが10体あったら超お得なガチャ、お得すぎるやろ、お得、これやらへんとバカやん、あと1回ガチャれます、これでやらへんとただのバカやん、まあやるしかないでしょ、ね、レベルの2回で出てたらまあ、うん、やりこれいけるやろ、これこんなん当たるの、うわーでも50個か、10分の2でシルバーやったっけらしい、うん、まあ緊張してるんですけど、もうやるしかないんで、いけるっぽいぞこれ、やります、ガチャル、ガチャル、ガチャル、いくぞ、あーいったー、もう戻られへん、戻られへん、もう戻られへん、全部確定や、おえ確定、ええ、これどういうこと、何がこれで10連が普通に確定する、あ、10連が確定、え、そういうことじゃない、どういうこと、お、でも全部金やで、これ全部金、ええ、でも全部金、当たり前、当たり前、あ、そうか、そうかだって、あ、え、アルミラージ、え、なや、え、お、あ、ビーストビーストビースト多いな、お、演出、お、なにこいつ、なにこれ、ヘビ見たことない、アマゾネスみたいな名前ちゃん、うん、ぽいな、うん、ん、あ、名前どうらへん、
おお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 おっさん来たぞ。来ました。マジかよ。狙ってたから来ました。10連ガチャめっちゃいいんじゃん、これ。うわ。まだ行く？お？え？え？おわ。芝、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 芝や、これ。でもまあ、ゼロス引いたね、もう。あとは別に何でもいいっていう感じなんですけど。おい、まだ猫。おい、また来るか、これ。誰や。これ、伊達政宗じゃん。明智光秀じゃん。伊達政宗や、だって。いや、伊達政宗か。勝手にしたと。多分これ。いいんちゃん、星5？ 星5じゃん、だって。戦国コレクション。ほら、光ってる、光ってる、ほら、光ってる。お。あ、言ってもた。あ、言ってもた。多分これ星5やって。うわ、また。でもまあ、ゼウスと。うん。いや、わからんけど、星5っぽい、こいつ。あ、ちゃうわ。4。あ、伊達政宗。伊達政宗。でもこれが。うおー！ゼウス来た！ゼウス来たな。いや、これは、ちょっと引いた価値が。まあ、芝と。うん。この辺も悪くないんちゃん、言うほど。これは何なん？エンフィールド。あ、弱いな。まあこれは星5ではないこと分かっとったけど、うん、そうやな。まああとはまあビーストと、これもキャンペーンやろ多分。これキャンペーンな多分。おったと思う、名前なかったかな。まあでも10回引いてこれがちょっとね来たんで、本当に狙ってたんで、これは神ゼウスか。マジか。まあなんか進化前は結構弱いみたいなんですけど、欲しいなゼウス。いやーまさかね、ゼウス引くとはね、正直俺はね、もう星3、星4ぐらい引いてね、終わってくれたらよかったなと思ってたんですよ。ふざけんな。もう、逆に引かれてね、ちょっとね、もうショックですね。だってね、3人やっててですよ。多分僕が一番引いてるんかな、今。一番引いてるんですけど、僕だけ星4だけなんですよ。でももうすでにタカは星、ハーレイクス。山内さんに関しては、赤月ノノとゼウスというね、まさかの二体持ちという、えげつい結果。あ、もう一体持ってたんかな、リン2がなんか持ったんかな、前さんに関して言ったら。まあ、もっともっと。なんか星5個もう3回引いてますからね。10連、あれ確定ってもしかしてあれ、ゼウスっていうか星5確定の、あれやったんですかね。よくわからないです。ちょっとそこら辺コメントで教えてもらえたらと。10連に慣れてらっしゃる方は。まあでもちょっとまあ、第3弾がまだ残ってるんで、そこはちょっとね、僕もちょっとね、本気出したいと思います。もう10連。10連はいかん。10連反対運動の派なんで、10連アンチなんでね、僕は。10連はいかないんですけど、多分5回ぐらいは多分引けると思うんで、オーブなんとか集めて、5回ぐらいちょっとガチャやりたいと思う。それで、そしてまああれですね、星5を当てたいと思います。まあ、とりあえず今回ちょっとゼウスがまさかの展開で来ました。まあまあ、いい引きだったんじゃないでしょうか。嬉しかった。まあ、シバーとかも結構使えそうですよね。なんか、キャンペーンのやつアマテラスとかも当たっとったし、結構なんかいい感じで当たってたんで、まあ悪くなかったんじゃなかったと。悪くないんじゃないかと。思います。というわけで今回のはこれで終わりたいと。まだ引き続きモンスト実況、マルチプレイとかたくさん、イベントクエストとか、どんどん、強いやつが集まれば、なんか降臨クエストかな、クリアしていこうと思っているので、まあそちらの方もぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。